回はロジウムの科学小話をしようと思うよ。なんかしっとりとした茶番だったね。華麗なる元素の紹介だからね。それにふさわしいものにしないと。ふさわしかったか？ロジウムは原子番号45の繊維金属元素で、貴金属の一種であり、白金属元素の一種でもあるよ。なんか肩書きが多いな。華麗なる元素だからね。肩書きは大事だよ。と入っても見た目はただの金属なんだけど、貴金属とか白金属元素という特徴で高価格というイメージがあると思うけど、ロジウムもご多分に漏れず、というかむしろ最近だと他の白金属元素を大きく引き離して、市場に高値を推移しているよ。ロジウムだけ値段がおかしい。おかしくない？これは単純にロジウムが希少で生産量が少ないことに加えて、ロジウムの需要が非常に高まっていることなんかが理由なんだけど、その辺はロジウムの用途を後で話すときに一緒に説明しようと思うよ。ロジウムが単体として分離されたのは1803年で、イギリス人の科学者ウィリアム・ウォラストンが白金鉱石から分離したよ。白金属元素は互いに性質が似ているから、白金鉱石に一緒に含まれていることが多く、現在でもロジウムはリサイクルを除けばほぼ白金生産の複製生物として得られているよ。高価な複製生物だね。ちなみにロジウムという名前はギリシア語でバラ色を表すロデオスから来ているよ。でもロジウムってバラ色っていうような色じゃない気がするんだけど。単体のロジウムは普通の金属らしい見た目をしているんだけど、ロジウムの化合物にはこういう赤色っぽい色のものが多いよ。ウォラストンも彼が白金鉱石からロジウムを単離する過程で得られたロジウム化合物の色を見てロジウムの名を思いついたみたいだよ。単体だと地味な見た目だったけど、化合物になると随分鮮やかになるんだね。なお余談だけど、全世界のロジウムの生産量のうち8割近くを南アフリカが占めているよ。偏在の仕方が半端ないね。ロジウムの性質なんだけど、単体のロジウムは他の貴金属と同様非常に安定、言い換えれば反応性に乏しく、空気中で酸化されづらく、耐熱性や耐酸性も高いよ。それゆえ、発見された当初は電気接点や、白金との合金として高温で使用するるつぼや熱伝通、そして耐摩耗性や高度が高いので修道や摩耗の激しい部品を熱気するのに利用されたよ。ただ、さっきも言った通りロジウムの価格はとても高いせいで、ロジウム以外の材料で事足りる場合には、他の材料が使われるから、これらの用途への使用量は少ないよ。あれだけ値段が高いと、他の素材でなんとかなるならそっちを使うよね。ロジウムを最も多く使っている産業は自動車産業で、ガソリン自動車のエンジンからの排ガスを処理する触媒にロジウムが使用されているよ。この触媒は三原触媒と呼ばれていて、ロジウムに加えて白金とパラジウムを一緒にはみかむ構造をしたセラミックの表面に端子したものだよ。なんというか、高そう。だからコストを下げるように車1台あたりの使用量は少なく済むようにしてはいるんだよ。それでもそこそこの値段するんだろうけど、まあそれは置いといて。この触媒に自動車の排気ガスが通ると、エンジンで燃焼しきらなかったガソリン成分、炭化水素が酸化され水と二酸化炭素になり、同じく不完全燃焼で発生した一酸化炭素も酸化され二酸化炭素に、そしてノックスが還元され窒素になるという3種類の反応が同時に起こるよ。3つの反応が起こるから三原触媒って言うんだね。三原触媒は排ガス処理用とさらっと言ったけど、酸化反応と還元反応という無濁の性質の反応に同時に対応し、しかも処理する対象物質の濃度は数パーセントから数 ppm という非常に低い範囲で変動するし、さらに排気ガスの通気量や温度も運転状況によって大きく変動するという、触媒にとても厳しい環境で排ガス成分をきっちり浄化しなければならず、それでいて基本的にはメンテナンスなしで機能し続けなければならないという非常に高い要求に応えている触媒で、今のところこの要求を満たす性能を出せる成分は白金パラジウムロジウムしか知られていないよ。なんか替えの利かない優秀なやつだってことは分かった。自動車というと電気自動車への転換が叫ばれていて、ガソリン車が使われなくなることで排ガス処理の触媒も使われなくなるのではないかと思う人もいるかもだけど、これから中国やインドで環境規制が厳しくなり排ガス処理用触媒の需要が高まることが予想されているから、それに伴ってロジウムの需要も高まっているよ。それに加えて最近は主要な産出国の南アフリカでの新型コロナの感染拡大で採掘の総量が不安定になり、供給不安が発生したことも価格の上昇に一役買っているよ。
ちなみにこれがここ3年での値段の推移だよ。なんかもう高価なわずの他の貴金属でさえ安く見えるような価格帯に突入してるね。パラジウム以上に高騰している金属はない、そう思っている時期が私にもありました。とにかく現在もこれからもロジウム市場は自動車業界の動向に大きな影響を受けると予想されるよ。もし技術革新があってロジウムを使わない排ガス触媒が開発されたりすれば一気に価格が下がるかもしれないけど、そういうことがなければ当分需要が逼迫、価格は高いままだろうってとこかな。そんな感じかな。なおまた余談だけど、2014年にパラジウムとルテニウムをナノスケールで合金化することでロジウムの3分の1ほどの価格で、かつロジウム以上の性能を示す人工ロジウムの作成に成功したという研究成果が発表されたよ。パラジウムとルテニウムも貴金属なんですが、それはロジウムよりは安いから。ただ確かに現状ロジウムほどではないにしろパラジウムの値段も上昇しているからコスト的なアドバンテージが小さくなっているし、それに研究の続報もあまりなく実用化されたという話も聞かないから面白い研究だとは思うんだけど、実用化が難しい内容なんじゃないかって思うよ。なんか当分はロジウムの代替は無理そうだね。そんな高価なロジウムだけど、排ガス触媒みたいにロジウムでないとどうしようもならないという用途以外だと、なるべく少量でなるべく大きな利益を生み出せる用途に使われているよ。少量でなるべく大きな利益というと、これまた触媒だね。と言っても排ガスをいくら無害化してもそれ自体はお金を生み出さないから、原料化合物をより高付加価値な化成品へ変換するための触媒だね。例えばガムや歯磨き粉なんかの清涼剤に利用されるメントールは発火の成分なんだけど、天然物から製造しようとするととても需要に供給が追いつかないから人工的に合成、製造しているよ。メントールはミルセンという有機化合物を出発物質に多段階の合成経路を経て合成されるけど、この工程で原料の水素原子一つを別の炭素状に移動させるのにロジウム触媒が使われているよ。なんというか地味な反応だね。パッと見そう見えるかもだけど、このステップは不正異性化という制御が非常に難しい反応の工程で、移動後の水素の方向が画面の前向きか後ろ向きかで最終的にできる化合物の水素の向きも変わり、水素が目的物と逆向きの化合物ができればできるほど清涼剤として使えない無駄な生成物が増えてしまうよ。なんか繊細な反応だね。普通に反応を行うと水素の向きが前後で半々になることが一般的なんだけど、特別に設計されたロジウム触媒を使えば水素が望みの向きの化合物をほぼ選択的に作ることができるよ。これはとても画期的な発見で、どれくらい画期的かというと、この触媒を開発してメントールの工業生産を可能にしたのより良次先生が関連する研究の功績も含めて、2001年にノーベル化学賞を受賞しているよ。今清涼感のあるお菓子や製品がいろいろ手に入るのは、ロジウム触媒のおかげなんだね。また、エルドパと呼ばれるアミノ酸化合物はパーキンソン病の治療薬として利用されるんだけど、この合成にもロジウム触媒が利用されたよ。この反応でも単純に原料の CC20 結合を水素化するだけでなく、生成物の機関機の向きを高度に制御して治療薬となる化合物を選択的に作ることができて、このロジウム触媒を開発したウィリアム・ノールズもその功績から、2001年に野依先生と一緒にノーベル化学賞を受賞しているよ。なんかさっきからポンポンノーベル賞取っていくね。他にアルケンを一酸化炭素と水素と反応させアルデヒドに変換する、ヒドロホルミル化反応にもロジウム触媒が利用されるし、すでに別の機構に置き換えられてしまったものの、モンサント法によりメタノールから酢酸を製造するのにもロジウム触媒が利用されていたよ。ロジウムのおかげで製造できる化成品がいろいろあるんだね。ここで紹介したような金属原子とそれに結合する有機分子由来の構造を持つ化合物を有機金属錯体と呼び、現代ではロジウムに限らず様々な金属原子の有機金属錯体が工業的にも実験室レベルでも使用されているんだけど、そのきっかけとなったのもロジウム錯体だったよ。1960年代にイギリスの科学者ジェフリー・ウィルキンソンが後にウィルキンソン錯体と呼ばれるロジウム錯体を研究して、その錯体がアルケンと水素の反応を触媒するメカニズムを詳細に検討して示してみせたことで、その後様々な錯体触媒の研究、工業利用が活発化していったと言われているよ。なおジェフリー・ウィルキンソンもウィルキンソン錯体に関する一連の研究で、
1973年にノーベル化学賞を受賞しているよ。ロジウムでノーベル賞取る人多すぎ案件。それだけロジウム触媒型の金属でできない独特な反応や高性能な触媒反応を多くできるということなんじゃないかな。これで値段さえ安ければ言うことなしなんだけど、うまいことバランス調整がされてるよね。元素の性質をソシャゲのキャラの性能みたいに語らないで。課金額こそ力なのだ。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。